坂出市は現在、坂出駅周辺再整備基本構想案のパブリックコメントを募集しています。瀬戸大橋がかかり交通の要衝に位置しますが、一方では人口減少が続いています。その拠点性を生かし、子育て世代などに選ばれる街に再生したいと、坂出駅周辺の再整備を計画。その基本構想がまとまりました。坂出駅周辺再整備基本構想案の概要についてご説明いたします。本構想は中心市街地におけるまちづくりの方向性を示すことで、本市が抱える地域課題の解決と本市が目指すまちづくりの将来像の実現につなげるものであり、子育て世代をはじめ多様な世代が日常的に集い交流し、幸せを実感できるような居場所づくりや居心地の良い歩きたくなるウォーカブルなまちづくりを積極的に展開してまいります。本構想はこれまで実施してまいりました市民アンケートや坂出未来会議の内容を踏まえた上で、コンセプトを設定いたしました。心地よく過ごせる市民の居場所づくり、歩いて楽しい街の実現、市民との競争による街づくりの推進、この3つの中心市街地再生のコンセプトを設定し、みんなの心地よさが叶う街の実現を目指してまいります。中心市街地の基本的な考え方といたしまして、6つの拠点となるエリアを定め、そのエリアの方向性を示しております。まず坂出駅前エリア、ステーションゲートと位置づけ、子育て世代をはじめ学生や来訪者を含めた全ての人にとって町のリビングと呼べる居場所とすることで、中心市街地再生を牽引する場といたします。次に坂出鑑賞緑地エリア、コミュニティゲートと位置づけ、豊かな自然環境と長大な空間を生かしながら多様な世代が集い交流する市民の活動拠点を創出する場といたします。次に西運河入船エリア、ポートゲートと位置づけ、水辺空間の活用により魅力的な場を創出し、港町坂出を発信する場といたします。商店街エリア、チャレンジゲートと位置づけ、市民や民間主導のチャレンジにより小さな居場所やにぎわいを創出し、各エリアのつながりを生み出す場といたします。次に坂出人工土地エリア、カルチャーゲートと位置づけ、市民ホールを核とした文化的活動拠点とし、人と文化の交流の創造の場といたします。旧市立病院跡地エリア、フューチャーゲートと位置づけ、市民が気軽に過ごせる場を創出し、ゆとりを生み出し、市民が成長できる場といたします。坂出駅周辺再整備基本構想戦略展開イメージとして、坂出駅前エリアと坂出鑑賞緑地、西運河入船エリアを重点地区に定め、その2つのエリアをいかに中心軸で結ぶか案が示されました。この重点地区のつながりを強化することで、市街地再生の原動力にしたいとしています。この基本構想につきましては、本当に坂出の未来を考えるものでありますので、広く皆様に考えていただいて、いろんなご意見を寄せていただけたらと思っております。坂出駅前については、町のリビングという言葉を使い、高校などがある駅南側の流れを駅北側に引き込むための図書館機能を有した拠点施設を設けるなど、駅前整備の考え方も示しています。坂出市としては、町に暮らす市民の意見やニーズ、またに民間事業者の知恵やノウハウを活用し、完成後も継続的に関わる仕組みを作って、魅力ある持続可能な町づくりを目指すとしています。そのためにも坂出駅周辺再整備基本構想に対するパブリックコメントも積極的に意見を寄せてほしいと呼びかけています。募集期間は3月6日までです。詳しくはホームページをご覧ください。